こんばんは。2023年日本ダイアログ第1弾、社会起業家への第一歩、未来を語ろうにご参加くださり、大変ありがとうございます。本日の司会を務める国連開発計画、UNDP 駐日代表事務所、ユース担当の天野博美です。よろしくお願いします。本日の日本ダイアログは、UNDP とシティファンデーションがアジア太平洋地域で行っている社会学、起業家育成プログラム、ユースコアラボの一環として開催するものです。UNDP は国連の開発機関で、170の国と地域で活動しており、SDG に向けたアクションの推進などを行っております。シティファンデーションは、経済的困難に直面する世界中の人々の生活の質の向上をミッションとした、金融機関シティグループの慈善基金です。ユースコラボは2017年に発足し、これまでアジア太平洋28カ国地域で活動しています。今年の7月にはユースコラボの年次総会であるアジア太平洋地域サミットをバンコクで開催しました。本日の登壇者の一人でもある本島ひまわりさんを含め、アジア太平洋20カ国地域から若き起業家やイノベーター、そして起業家を支援する政府機関や企業、投資家など、約200名がバンコクに集いました。このようにユースコーラボはアジア太平洋地域において、これまで1万5000人以上の若手社会起業家志望者のスキルアップ支援と、1700以上の社会的事業の設立や事業拡大支援を行ってきました。日本では2019年に活動を開始し、ソーシャルイノベーションチャレンジや本日のイベントのような対談シリーズを実施してきました。日本ダイアログでは、起業家エコシステムの拡充を目的に、社会起業家に加え、産学官民の様々なアクターをつなぎ、セクターを超えて対話します。本日は社会起業家が第一歩を踏み出す段階に着目し、最近耳にすることも多くなったアントレプレナーシップ教育について、そしてグローバルに活躍する社会起業家育成に必要なものは何かなど、さまざまな角度から意見交換を行います。それでは本日のウェビナーの流れについて説明させていただきます。開会の挨拶、パネルトークに続き質疑応答の時間を設けております。登壇者の皆様への質問をどしどしお寄せください。画面の下の方に Q&A というボタンがありますので、こちらから質問を入力ください。今から会の終了までどのタイミングでも入力していただけます。チャット欄ではなく Q&A 欄にご記入いただくようお願いします。最後に参加者の皆さんが登壇者と直接お話しできる交流会の時間を15分ほど設けてあります。登壇者を2チームごとに分け、個別の Zoom のミーティングルームを開きます。登壇者に直接質問したい方、少人数でざっくばらんに話せるチャンスです。イベント後に名刺交換するようなイメージでお気軽にご参加ください。交流会の参加方法は後ほどご案内いたします。それでは早速始めましょう。開会にあたりまして、国連開発計画 UNDP 駐日代表事務所代表、アジアリッチ秀子よりご挨拶申し上げます。よろしくお願いします。はい、どうもありがとうございます、ひろみさん。若者の皆様、そしてあんまり若くない人もこんばんは。はじわりちひでこです。こんばんは、ユースコーラブ、日本ダイアログの、まあ、オープニングにあたりまして、挨拶させていただきます。本当に今日はね、仕事の帰り、勉強のが終わった後みたいな感じで、お疲れかと思いますけども、まあ、むしろ、今日の、登壇者の方々からエネルギーをいただいて、これを終えたいなと思っています。で、SDGs の達成の、まあ、目標年である2030年であるんですけども、もう折り返し地点に入りました。で、先週も国連総会で SDGs サミットがありましたけれども、もうもはやODA、オフィシャルディベロメントアシスタンスですね。それだけでなく、もう若者のね、起業家さんたち、そしてプライベートセクターの、方たちが一体となって、
そのビジネスモデルに SDGs の達成を盛り込んでいかないと、もはや達成できないというところまで来ました。で、今年は、まあ、イノベーションを生み出す、エコシステムと人材育成の重要性を踏まえた上で、この今年の日本ダイアログ第1弾は、社会企業への第一歩、未来を語ろうと題し、若手社会起業家、イノベーターを、育てる過程に注目します。で、2017年のユースコーラブ創立以来、シティファンデーションさんと UNDP は、共に若者の可能性と実力で情熱を信じて、SDGs の達成に貢献する、若い人がこうリードする形で の社会革新や企業を支援してきました。で、日本でもですね、昨年11月に、政府によりスタートアップ育成5カ年計画が策定され、スタートアップ創出に向けた、人材、ネットワークの構築は3本柱の一つです。で、人材構築として、まあ、最近特に、学生へのアントレプレナーシップ教育っていう言葉もまあ耳にしますが、まあ、実際どういうものなんでしょうか、ね、現場からの声も聞きたいですよね。でまた何が本当に必要でどのように進めていくべきなのでしょうか。でそれを皆さんに伺いたいと思います。で、今晩はですね、昨年のユースコーラブの受賞者であり、さまざまな企業教育、トレーニングを受けてきた、大学生社会起業家の方々に登壇していただきます。どのように事業アイデアを思いつき、ビジネスモデルに進めていくまで、どんなサポートを受けて、まあ、どんな道のりを歩んできたのでしょうかということを伺います。また、エンタープレナーシップ教育を推進する文科省のご担当者の方、日本のスタートアップエコシステムの活性化とグローバル化を目指す協会代表をお招きし、グローバルに ご活躍される社会起業家育成について、まあ、お話、ディスカッションをしていただきます。で、さらにですね、本セッションのモデレーターの方は、高校生の時に自身が起業教育を受け、そして今も学生への起業教育プログラムを、ね、実施する運営メンバーの方にも、務めていただきます。日本の起業家育成の課題と展望を迫りつつ、今後の学生へのエントラプレナーシップ教育で必要なものや、意義ある有益なサポートは何なのか、生の声をお伝えしたいと思っております。で、今日はですね、企業に、まあ、エンタープレナーシップね、企業に関心のあるこう若い方に加えて、起業家育成の方で支援を行っている団体で、こうアカデミアね、教育関係者の方々も参加していらっしゃると思います。で、社会問題解決のために、まあ、何らかのアクションを起こしたいという方もいらっしゃると思うんですよね。で、そうした方にも、まあ、ヒントといいますか、インスピレーションをお届けできればと思っておりますので、どうぞお楽しみください。ありがとうございます。ありがとうございました。それでは本日の登壇者をご紹介いたします。まずは冷蔵庫プロジェクト代表、東洋大学、1年生、そして昨年のユースコラボソーシャルイノベーションチャレンジ日本大会で Leave No One Behind 賞を受賞した、本島ひまわりさんです。本島さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうも。皆さんこんばんは。東洋大学国際学部グローバルイノベーション学科1年の本島ひまわりです。私はフィリピンと日本にルーツを持
持っています。2020年11月に、フィリピンの、フィリピンマニラの高校に留学をした際、満足に食べられなく成長が遅い子どもとか、あとは経済的な理由から進学を諦めざるを得ない子どもたちに多く触れ合う機会がありました。貧困の連鎖から、抜け出せずに苦しむ同世代の若者を目の当たりにして、途上国貧困支援事業冷蔵庫プロジェクトを発案しました。冷蔵庫と仕入れ資金を貧困世帯の女性に貸与して、自宅玄関先で子育てをしながら、開業可能な商店の経営支援により所得と生活の向上による、貧困脱却を目指すプロジェクトになっています。2022年4月からフィリピン・マニラのケソン市に実証店舗をオープンしています。2022年、東京都が主催する高校生起業スタートダッシュに、参加させていただいて、有名コンサルティング会社のメンター様から、起業に関する実践的な、指導を受けさせていただく中で、自身のプロジェクトのブラッシュアップを行いました。同活動をもとに2022年11月に開かれた UNDP 様とシティファウンデーション様共催によるユースコーラブソーシャルイノベーションチャレンジ2022に、出場して、 Leave No One Behind 賞、誰一人取り残さない賞を受賞させていただきました。また、今年1月に開かれた日本政策金融高校主催の第10回、高校生ビジネスプラングランプリにて、グランプリをいただくことができました。そして、ね、NPO 法人、エティック主催のメーカーズユニバーシティアンダー18の、第8期生でもあります。本日は、起業家養成講座を受講させていただいた立場から、起業に関して全くの素人であった、高校生の私が、起業家教育を受ける中でどのようなことを考えて、そしてその教えをどう生かしたのか、お話しさせていただければと考えています。よろしくお願いします。はい、はい。すいません。失礼しました。はい。ありがとうございます。本島さん、高校生でこのアイデアを考えられて、まだ今大学1年生。そして、こんなにいろんな、プログラムに参加されてきたっていうの、本当にどうしてこうなったのか、皆さん興味津々と思いますので、ぜひダイアログで、お話しください。はい。それでは次に、スタートアップエコシステム協会代表理事、プラグ&プレイ。ジャパン株式会社執行役員 CMO、 そして文科省起業家教育推進大使でもあられる、藤本あゆみさんです。藤本さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、改めまして、藤本と申します。3つもタイトルがあるので、いつも紹介していただくときにすごい大変なんですけれども、私はですね、今、スタートアップエコシステム協会というのを1年前に、1年半前に立ち上げまして、日本のスタートアップエコシステムの活性化というところを、目指して活動しています。で、そもそもですね、まあ、本業と言われるところは、プラグ&プレイジャパンというところでマーケティングを担当しておりまして、プラグ&プレイはシリコンバレーに、本社がある会社なんですけれども、世界中のアントレプレーナーを支援している、そんな会社で働いています。私も本当はそういうアントレプレナーシップ教育とかある時代いいなというふうに思っているんですけれども、まあ、そんなこと言ってられないので、私はそれを作る方として、今いろんな活動をしています。で、先ほど話したエコシステム協会は1年半前なんですが、今、主にその東京都のその、戦略アドバイザーというところだったり、先ほどご紹介いただいた文科省の起業家教育推進大使というところを担わせていただいています。で、東京都とはいろんな事業をこう今ご一緒させていただいていまして、やはりこう、エコシステムをこう活性化しようと思ったときに、それをこうすごく活性化しに行くいろんな要素っていうところが必要だというふうに思っています。で、例えばエコシステムサミットと呼ばれるところでは、いろんなプレイヤー自体の横のつながりを増やす仕掛けを作ったり、キャリアフェアはやはりそのスタートアップに関わる人を増やすという取り組みをしています。
で、実はその中で学生の皆さんからインターンをスタートアップでやりたいんだけれども、全然情報がないというお声をいただいて、今年の7月に初めてインターンフェスというのを実施しました。大学生しか参加できないというものをやったんですけれども、やはり起業家教育をやる中で、スタートアップで働くのが一番いいんじゃないかということで、そんな取り組みをしています。で、やっぱりエコシステムずっと言ってるんですけれども、実はスタートアップコモンズというところがスタートアップエコシステムの定義というものを出しています。で、そのスタートアップコモンズによると、やはりこれはスタートアップだけを支援したり、起業家教育だけをするということではなく、そこにいる様々なプレイヤーたちが物理的に、そして仮想的に相互作用するということが大事だというふうに言われています。で、やはりこう、まあ、いろんなことをやっていく中で、こういったその相互作用とか横のつながり、エコシステムということを意識しながら、いろんな人たちがどんどん自発的にできる、そんな社会づくりが必要なのではないかというふうに思って活動しています。ただ、まあ、そんな簡単な話じゃないよねというところもあるので、我々もいろんなチャレンジをしているところではあるんですが、いろんな方々とのそのコラボレーションだったり、あとは、まあ、今回のようなこう、ダイアログを通じて、まあ、いろんなこう話をいただきながら、私たちも一緒に活動していきたいなというふうに思っているところです。で、特にその今年ですね、に関しては、いろんなところで、まあ、こんなことが、その相互作用って何っていうところでできたらいいんじゃないかっていう話をしていまして、やはり中央にいるのはスタートアップであり、あとは起業家たちになります。で、そういった人たちに、こう、様々なシステムをこう作り、まあ、仕組みをこう回していくみたいなことができればいいなと思っている中で、先ほどお話もあったように、やっぱりグローバルみたいなところは一つポイントかなと思っておりまして、4番にもそのグローバル、ボーングローバル、というところを一つ掲げながらやっていますし、あとは継続的にそれを成長させるような仕組みというところが大事だなというふうに思っております。なので今日もいろんなお話を通じて、また私たちもいろんなヒントを得ながら、そして皆さんにもいろんなヒントをご提供できるといいなと思っています。今日どうぞよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。まさに肩書きが3つあるという、ことで本業の方だけでも忙しいんじゃないかなって思うところ、起業家育成エコシステムの活性化に、携われている地元さんのお話もっと聞いてみたいと思いますのでよろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは次に文部科学省科学技術学術政策局産業連携地域振興課産業連携推進室の浜崎拓郎さんです。浜崎さんよろしくお願いします。はい、すいません、よろしくお願いします。ちょっと待ってください。すいません、なんかちょっと画面がうまく映っていなくて。はい、大丈夫ですよ。こちらで投影しますか。あ、大丈夫ですね。大丈夫です。はい、ありがとうございます。はい、すいません。改めまして、文部科学省産業連携地域振興課の浜崎と申します。まあ、おはようございますなのか、こんばんはなのか、こんにちはなのかっていうのはよくわからないような形で、ちょっと挨拶をしようと思ってたんですけど、最初のこの、なんかこう、始まりのところで、もぞもぞしてしまって、うまく掴みを取れなくて、ちょっとすいません。で、まあ、私、文部科学省の立場から、今回、アントレプレナーシップ教育のこうバツバツとこう書いてて、これ、わざとバツバツと書いてるんですけれども、まあ、実際推進していくのか、促進していくのか、応援していくのかって、いろいろとこう、われわれ国側としてもですね、目指すべき姿っていうのは、いろいろ多角的にこう見ていくとあるのかなと思っていて、まあ、そういったちょっと立場から、今回、参加させていただきつつ、まあ、いろいろと刺激を与えて、受けていければなと思っています。で、私の、自己紹介としてなんですけど、まあ、文部科学省浜崎として好きなこと、頑張っている人を応援することということで、まあ、頑張っているっていうのってかなり、曖昧な定義かもしれないですけども、ちょっとしたことでも何でもいいので、なんかこう、あの人頑張ってるなとか、なんかそういうのを見てるのが好きで、まあ、そういうふうなのを応援したくて、まあ、今ここにいるっていうような、ことでもあるのかなと思っています。で、2011年に文部科学省の方に来てですね、まあ、いろいろちょっとこう、ざーっとこう見ていただくと、学術系であったり、学術研究であったり、まあ、科学技術の人材育成であったり、あと、まあ、ダイバーシティということで、女性活躍促進とかですね、そういったところにも携わらせていただいて、まあ、直近では、まあ、今話題のオープンサイエンス振興とかって書いてますけど、学術の世界ではこう結構話題になっていて、あまり、
その界隈じゃないところでは何ですかそれみたいな話でもあると。ただここの中で研究データとかですね、そういうコンテンツとかをどういうふうに共有していくのかとか、どういうふうに利活用していくのかって、まあ、結構こう皆さん限られた時間の中でお忙しいところでもういろんな人がいろんなことを同じ方向を向いてやっていくっていう時に結構散らばるようなこともあるかと思うので、まあ、それをデータの観点から研究の観点からどういうふうにじゃあ効率的にじゃあよりもっとより、最大化を研究成果の最大化とかですね目指すとか、まあ、そういったところに触れてきました。で実はまあ2023年今年の4月から産業連携地域振興課というところに来ておりますけれども、こう2012年に同じ部署にいて、まあ、同じ場所に帰ってきてるんですけど、こう不死鳥のごとく前戻るというふうにちょっとなんか笑いを取ろうと思ってこう入れたんですけど、なかなかこうあんまり笑いの声は聞こえてこないんで、ちょっとこれは滑ったということかな。で、まあ、これ、文部科学省の32階のところから見た映像で、まあ、こう深夜の摩天楼とかって名付けてますけど、こんな景色を見ながら日々精進しています。いうところです。はい。で、まあ、ちょっとさらっと、この後のディスカッションの中でいろいろと紹介していきたいなと思ってますけど、今、話題、先ほどの説明の中でもアントレ人材どうしていくの、企業化育成っていうのを求められる社会的背景、どういうものがあったのかとかですね、まあ、そういう現状課題とか、我々文部科学省としては、まあ、いろんな環境整備っていうところが、まあ、ポイントだと思っていますので、まあ、そういうところのデータとかもいろいろ集めながら提供していけるようにしていきたいなと思っています。で、これについては、まあ、ちょっとさらっと触れますけど、世界の経済学者もアントレプレナーシップ大事だよねって言ってますとかですね。まあ、こういうデータ、大学発、まあ、我々の産業連携地域振興ということなので、大学発のスタートアップっていうところをメインでこう進めているところではありますが、まだまだなかなかその企業とか事業家に向けた研究開発資金を提供できるようなところも少ないとかですね、まあ、こういったところもその環境っていう意味で、まだまだ整えていかないといけないなっていう話を力しています。で、アントレプレナーシップ教育の実施状況ということも、これ、左側の実施状況、受講率っていうのを見ていただけると、まあ、実際に学生、これ大学生等々ですけれども、受講率約 3.2% ということで、まだまだアントレプレナーシップ教育って何っていうような人たちが、まあ、たくさんいらっしゃるということで、まあ、先ほど秀久さんからもご紹介ありましたけれども、スタートアップ育成5カ年計画、政府昨年2022年にスタートアップ元年としてですね、打ち出し、まあ、一丁目一番地の施策として進めているところでございますけれども、そういうところでも受講率っていうところ、まずは触れていただくっていうところが重要なのかなって思っていますので、アントレプレナーシップ、教育の推進、まあ、我々頑張っているというところでございます。で、これがスタートアップ育成5カ年計画のざっとした概要ですけれども。で、まあ、文部科学省とか国のいろいろプレゼンテーションの資料ってかなりビジーでこう何書いてるのか分かんないっていうようなのよく言われるんですけど、はい、私の資料も同じような感じですいません。結構ビジーな感じになってます。はい。で、文科省におけるアントレプレナーシップ教育の推進状況ということで、まあ、これも後で。まあ、いろいろご紹介できればなと思ってますけれども、つぶやきな社会環境の変化を重要して新たな価値を生み出していく精神、こういうのをアントレプレナーシップというふうにまあ位置づけて、まあ、このあたり の, 意識醸成の段階、コンプテンシーの段階とかですね、さらに社会実践、そういった段階の中でどういうふうに大学を中心としてですけれども、アントレプレナーシップをどういうふうに発揮できるかっていうところを進めているというところでございます。まあ、これも先ほど見ていただいたデータですけれども、で、そのアントレプレナーシップ情勢という話でいくと、全国に展開していく、これ、実はもうアントレプレナーシップって文部科学省としては約10年ぐらい政策としては進めてきているところです。で、まあ、この情勢段階っていうところで、全国の大学生含め学生、生徒さんたちにいろいろと触れていただきたいということで、これいきなり宣伝ですけど、12月クリスマスの前ですけれども、まあ、こういった全国プログラムを今回対面でやらせていただければなと思っています。現在、応募中なので、募集中なので、ぜひ興味ある方は、応募していただければなと。で、その拡大ということで、高校生以下の、アントレプレナーシップ教育に触れていただく機会ということも今始めていて、藤間さんにも、ご協力いただきましたけれども、今年の6月にエッジプライムイニシアティブということで、キクフイベントを、これ、まあ、ちょっと東京ではあるんですけれども、開催させていただいて、ちょっと右上の全体集合写真って、これ小さくて見えないですけど、みんな笑顔で、すごいいいなと思って、いつも
喜びながら使っているものでございます。ということで、まあ、本日は短い時間ではありますけれども、いろいろと勉強していきながら、皆さんにいい情報等々を提供できればなと思いますので、よろしくお願いします。長くなってすいません。はい、浜崎さん、ありがとうございました。はい、不死鳥の下り、私、笑ってました。ありがとうございます。はい、また国の取り組みも、盛りだくさんということを分かりましたので、ぜひ、第6のところで、また教えてください。よろしくお願いします。それでは、最後に本日のモデレーターを務めていただきます。高校生向け起業体験プログラムを実施するスタートアップベース U18 の参加者でもあり、現在運営メンバーでもある水門七日さんです。水門さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、まずですね、ちょっとスタートアップベースのもう10秒程度で分かるような映像を見ていただきたいと思います。ちょっと音が流れます。こちらですね、いつもスタートアップベースが始まるときに高校生にお見せしている動画になっております。で、今回皆さんにもお見せした経緯としましては、動画本当わずか10秒程度だったと思うんですけど、高校生みんなマイク持ってたりとか、紙を持ってたりとか、立ってましたよね。本当にこの後ろのバックグラウンドの言葉にもあるように、スタートアップベースっていうプログラムは、もうじっと座って話し合ってないで、もうどんどん行動しようよ。で、どんどん自分の意見を伝えて、ものを形作ってお客さんに聞きに行こうっていうアクトアクトアクトなプログラムであるっていうことを要約した動画だったかなというふうに思いますので、ご紹介した限りでした。はい、そんな私はスタートアップベース U18 のスタッフとして、おります水門七日と申します。本日モデレーターを務めさせていただきます。紹介にもあった通り、実は私自身高校3年生の時、もう7年前にはなるんですが、このプログラムの参加者でして、参加者 OB として、それ以降大学生大学院まで6年間スタッフとして関わり続けておりました。そしてもう社会人、2023年なんで今年の3月に卒業して4月から社会人になったのですが、それ以降も、このスタートアップベース U18 に関わっているというような感じになっております。はい、でまずまたちょっとスタートアップベースってどんなプログラムって話をしたいんですけど、私たちが主催する2日間のイベントがあるんですけど、そちら出会った仲間とサービスを作り、その価値を証明する無我夢中の2日間、高校生には起業体験をしてもらっております。主催するイベントについては、高校生ほとんどソロ参加なんですね。友達と参加するとかじゃなくて、ソロで行きたいって勇気を振り絞って来てくれるような子たちがたくさん来てくれています。で、学校の授業とかだとアイディアだけで、止まってしまう、アイディアの発表会で終わってしまうなんてこともあるかもしれませんが、スタートアップベースではそうはいかず、アイディアを形にして世の中に価値を生み出す、そのリーンスタートアップっていう体験をしてもらうイベントになっています。このマイクを持ちながら、みんながやりたいこと、課題を解決したいこと、今これピッチのシーンなんですけど、全員が発表して全員で投票して、じゃあその中からチームアップして会社を作ろうっていうようなプログラムになっています。で、2days のイベントもあるんですが、コロナをきっかけに私たちもオンラインでもこのアントレプレナーシップ精神を伝えられないかということで、オンラインのゼミ形式も行っております。スタートアップベースラボ、週1回3ヶ月でマイプロジェクトを実現させるオンラインゼミですとか、ワークブックを発行しておりまして、2日間のイベントの内容がぎっしり詰まった、6年間で約2000人の方に参加していただいたアントレ教育全部公開してますというようなワークブックを販売しております。また、一番右側、学校向けの動画教材も販売しておりまして、今ですと相談の時間とかにアントレ
教育をこう導入してくださっている先生方も学校もあるんですが、なかなか自分では教えるの難しいという先生向けに、私たちが動画教材を販売しております。サポートしております。でまたちょっと話は戻るんですが、私自身もアントレ教育を受けたスタートアップベース U18 に参加した身としてあります。高校3年生の時どんなきっかけでっていうこと結構聞かれるんでご紹介になるんですが、高校3年生推薦で私は大学受験を終えて時間があったんですね。でせっかく受験が終わったのに先生からは英検やれとかトイックやれとかって言われてたんですけど、もうせっかく終わったのに勉強したくないっていうことで、何かだけどなんか時間を持て余すのはもったいないなと思って、何かイベントを探していました。で本当はですね情報系の学科に行くっていうのもありましてプログラミングの学校に行きたかったんですけど、ちょっと費用が高くて親に反対されて断念し、でもやっぱり社会とのつながりっていうのが欲しかったなっていうふうに思って、高校生起業、その時起こす方の起業っていうのを意識してたかは覚えてないんですけど、起業っていうふうに検索してこのプログラムに出会いました。でこのプログラムさんで、私自身が今運営者の立場であるのでもう言うのも恥ずかしいんですけれども、やっぱり新しいものを作ってめっちゃワクワクする、誰かの課題を解決できるってすごい嬉しいっていう気持ちをこのプログラムで体験することができました。でアントレプレナーシップ精神って自分が持つのも持つことはまずですけど、もっと広がってほしい、もっと同世代の仲間に広がって、で世の中日本課題大国って言われてるけど、その課題を解決する仲間を作っていった方がいいじゃないかっていうところで、大学生大学院とそして今でもアントレ教育のサポーターとして携わるというような、流れになりました。本日はですね、アントレ教育を受けた体験とサポーターとしての体験も踏まえて、皆様のお話、モデレーターとして参加させていただければと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。水門さんの経験談を聞いていると、アントレ教育楽しそうになってきますね。はい。それではここからは水門さんにバトンをお渡しし、パネルトークと続けて質疑応答に移ります。重ねてのご案内となりますが、皆様からのご質問は、Q&A ボックスにご記入ください。なお、参加申し込みの際にいただいた質問は、事前に登壇者の皆さんと水門さんにも共有してあります。もう一度記入する必要はございません。パネルトークや質疑応答で反映させていただく予定です。それでは水門さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。ぜひ参加者の皆様、どしどし質問お待ちしておりますので、お気軽に質問してください。はい、それではですね、まず早速ですが、こう自己紹介の中でも私も使いましたけど、アントレプレナーシップ精神とか起業家教育とかってキーワードがたくさん並んでいたかなというふうに思います。でそもそもアントレプレナーシップ精神とは何ぞやと思っている方もいらっしゃるんではないかなというふうに思いますので、まさきさんのスライドにアントレプレナーシップ精神とはって書いてあったのを見つけておりますので、ぜひ文科省からのこうアントレプレナーシップ精神、起業家教育とは何かっていう定義についてご紹介いただけますでしょうか。はい、浜崎です。改めまして。では、もう一度ちょっと画面を共有した方がいいかもしれないですね。はい。はい、なんて言いますか、こう、アントレプレナーシップって、まあ、おっしゃると何を示すものなのかって。まあ、よく日本語で言うと起業家教育とかですね、アントレプレナーシップ教育をそういうふうに訳したりもするんですけれども、文部科学省としては、まあ、実際こう結構課題言い方にはなるかもしれないです。未来社会像というところにこう書いていると、多様な価値を認め、ウェルビーイングを達成するためにより良い社会、一つの固定されたものではなく常に考え続けていかなければならないもの、まあ、そういったものをまあ解決とかですねしていくために目指すべき
人材像としての急激な社会環境の変化を受容し、新たな価値を生み出していく精神、これをまあアントレプレナーシップと言いつつ、まあ、それを備えた人材を創出していくこと、こういうことが重要であろうという話をまあよくさせていただきます。で、実際に今まあ起業家教育とは言ってはいるものの、必ずしも起業というのがゴールではないと、一つのツールとしての何て言いますかね、こう壁を乗り越えていけるような力、そういったものに言い換えられるのかなというふうに、思っているところでございます。はい。ありがとうございます。そうですよね。私も社会人になって、このアントレプレナーシップ精神、めちゃめちゃ重要じゃんって思う機会があるんですが、起業家になるっていうことだけではなくて、こう、もし一般に就職するとしても、絶対に必要な力、何か新しい企画を出さなきゃいけない、何か改善することにあっても、アントレプレナーシップ精神、アントレプレナーシップっていうのは必要だっていうところなのかなというふうに思っております。すごいうなずきながら藤本さんも聞いていただいておりましたが、ちょっともうちょっと、浜崎さんにお伺いしたいんですが、なぜ今このアントレプレナーシップ精神をこう国として推進していくっていう機運が高まっているのかっていうのを自己紹介のところにもあったかもしれないんですが、もう一歩深掘りしてもよろしいでしょうか。はい、そうですね、最初の秀子さんのご挨拶にもあった通り、私の方でも紹介させていただきましたけど、政府としてはですね、こうスタートアップ育成5カ年計画っていうことを去年策定して、岸田内閣の一丁目一番地の政策ということで、かなりの盛り上がりを見せているところでございますと。で、スタートアップ創出に向けた人材ネットワーク、資金供給、出口戦略、オープンイノベーション推進と、こういったところに関して、かなりの機運があって、なんていうんですかね、今まで、文科学省としては、我々実際、教育部局というよりから、科学技術政策っていうのを推進する上で、理系人材とかですね、そういったところの活躍の幅っていうところの観点から、アントレプレナーシップっていうところを始まって約10年っていうところが経つと。で、その意味で、その大学を中心に、その大学の研究成果を社会に実装していくっていう意味での大学発のスタートアップ、大学発ベンチャーとよく言うようにですね、そういったところのところで、観点で、実際にその授業できるような人たちをどういうふうに育てていけるのか、育成していけるのかっていうところで、アントレプレナーシップっていうのは重要であると。そのあたりが、スタートアップとアントレプレナーシップっていうところがかなり親和性が、当然高いというところなので、その政府の文書の中にもですね、小中高生までも広げていくとかです、その拡大とか、そういったところがかなり盛り込まれていて、なので、ちょっと深掘りっていう意味では浅いんですけど、今が、なんていうか、かなりの盛り上がりを見せているので、こういった人たち、いろんな人たちが出てきていただいているっていうところが非常に嬉しいなと思っているところでございます。ありがとうございます。こう、今までは大学関係者、大学からスタートアップ出そうとかって、大学っていうところがピックアップされてはおりましたが、高校生、ないしは中学生、小学生にも広げていこうっていうところが、こう、スタートアップ5カ年計画でも驚きの側面だったかなというふうに思います。で、実際に私も高校生の時にアントレ教育受けましたし、本島さんも、高校生からこの社会課題に解決するための取り組みっていうのを行ってきて、本島さんに自己紹介の内容にもありましたが、ご自身のプロジェクトのお話からこう立ち上がった経緯なんかも踏まえて、また改めてちょっと教えていただけたらなというふうに思うのですが、起業の経緯なんか教えていただけますでしょうか。はい、私は、最初に言ったようなもともと社会起業とかに興味があったわけではなくて、むしろ高校2年生に進学したタイミングで、こう大学を考えていかないといけなくなった時に、何もない自分のままでいいのかなみたいなのがあったので、とりあえずフィリピンに留学をしようと思って留学をしました。で、フィリピンに留学をしたら、貧困地域に行く機会とかもとても多かったんですけど、そこで、こう、栄養失調で成長が遅い子供とか、進学を諦めてしまう同世代とかっていうのを見て、なんか生まれる国で
なんでこんなに違うんだろうみたいな。で、私は自己紹介でも言ったと思うんですけど、そのフィリピンにもルーツがあって、4歳まで住んでいたんですけど、その4歳の時に見ていた景色と、自分が留学した時に見ていた景色が全く変わっていないことに、こうなんか、怒りというか、なんかそういうの、なんで変わらないんだろうなみたいな思って、なんとかしたいなっていうのが、まず一つ目のきっかけです。で、もう一つ目が、自分がホームステイしていた、お宅がサリサリストアっていう、イメージ的には駄菓子屋に近い子、でも日用品とか嗜好品とかいろいろ売ってる個人商店にホームステイをしていたんですけど、暑い国で冷たいドリンクがすごく売れているのを見て、そこからもヒントを得て、冷蔵庫プロジェクトっていうのが生まれました。が、冷蔵庫プロジェクトを思いついたきっかけで、その後は、留学から帰国した後に、何かやりたいなと思って、Facebook でこう、たまたまなんか見ていたら、東京都主催の企業スタートダッシュっていうのに出会って、ああ、企業、ああ、なんか応募してみようかな、みたいな感じで。もともと経営とか経済とかっていう言葉に興味はあって、その将来的にはそっちの方に進学したいなと思っていたので、なんかいいタイミングだなと思ったので応募してみました。で、まあ応募したらその審査に通過することができた、その審査に通過することができたので、そこから初めてそのビジネスの基礎みたいなものを、学んだりとか、あとはその、なんでしょう。本物のコンサル担当の人が、こう、高校生とかじゃなくて、一人の起業家としてこう向き合って、うん、なんか、そこ甘いよとかっていうのをこう厳しく指導してくださった環境が、初めてできた場で、と、私的には、それがすごくとても大切なことだなって思って、高校生だから、こう、手を、抜くではないですけど、そういうのではなくて情熱を持って接してくださったのが嬉しかったなと。で、そのプログラムを通じて、その私のことを担当してくださったメンターの方から、この UNDP のユース、UNDP 様とシティファンデーション様共催のユースコラボのソーシャルイノベーションチャレンジっていうビジネスコンテストを紹介してもらって、あ、その自分のプランってどこまで通じるんだろうっていう興味があったので、これにも応募して。で、11月にピッチをして、で、Leave No One Behind 賞をいただいて、で、その後に、今年の1月に行われた、政策金融高校さんの、第10回高校生ビジネスプラングランプリに、出て、そこでもグランプリをいただいた、いただきました。っていうような流れですね。はい、ありがとうございます。先ほどの自己紹介のあの経歴を見たら、いや、元島さんが積極的だからできたんじゃないのっていうふうに思ったところが、実はそんなに興味がなかったっていうのがすごく驚きました。なんかそれだけフィリピンでの留学体験がこうインパクトがあるものだったのかなっていうふうにも思いましたね。ですし、あとはこう怒りが湧いたみたいなところも、すごい感情を揺さぶられたってところから行動に移すことができたことが素晴らしいなというふうに感じたのですが、こう一個気になったのが、こうみんなそれなりになんかこれって問題なんじゃないかなっていうふうに思うことはあると思うんですけど、解決しようって、じゃあ冷蔵庫を置こうっていうふうに元島さんの場合になったっていうふうにお話しされてましたが、一番最初にその冷蔵庫ってどうやって持ってきたんですかね。一人で考えてそれができたんですかね。一人、そう、まあ、一人で考えはしたんですけど、その大きな、その、なんでしょう、こう、ホームステイ先にいたのがやっぱり一番自分的にはでかくて、その、ドリンク、フィリピンは暑いので、ドリンクがやっぱり、冷たいドリンクが売れるんですね。で、フィリピンのお母さんって子供が多いので、
自宅で子育てをしないといけなくて、その働きに行けないで、冷蔵庫1個でもあれば、冷蔵庫1個でもあれば、その小スペースでも始められる、その自宅で何かこう仕事ができる環境を整えてあげることができれば、世帯収入が倍増して、で、生活も安定するんじゃないのかなっていう、その自分の中の仮説をこう試してみたくなった感じです。そうだったんですね。すごい。その冷蔵庫を、じゃあ、実際に初めて置いたのってどんなタイミングだったんですかね。それは日本に帰ってきてからだったんですか、ね、そうですね。日本に帰ってから留学して、その企業スタートダッシュに申し込んで、うん、こういうことをちょっとやりたいんだけど、留学先で知り合った、その子育て中のお母さんに、こういうことをやりたいんですけど、手伝っていただけませんかって電話をして、で、快く引き受けてくださったので、あ、じゃあ始めましょうっていうことで、2022年の4月に始めました。そうだったんですね。その一番最初のお客さんというか、課題を解決した方は、元島さんのお知り合いの方だったんですか？もともと知らなくて、留学先で、はい、たまたま連れて行ってもらったご家庭の、お母さんとすごい仲良くなって、で、ちょうど自分が考えていたそのペルソナに当てはまる方だったので、とりあえず電話して聞いてみようと思って、ダメならダメでいいやと思ってやったのが始まりです。ありがとうございます。すごい最初の一歩のところを合わせていただいたかなっていうふうに思うんですが、日本に帰ってきて、で、こう、イベントに参加してできたコネクションだったり、で、留学した先でのつながりから、もう身近なところから、元島さんのプロジェクトがどん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 広がっていったんだなっていうのを感じました、そこで日本に帰ってきてからのことをお聞きしたいんですが、こうたくさんイベント参加されていたと思うんですが、お話の中ではこう知り合いが紹介してくださったみたいな風にありましたけど、こう今自分の同世代のお友達とかがこう起業のしてみたいとかアイデアを持ってるけどどうしたらいいか分かんないって思った時に、どんなツールを使ってこう私たちのこのユースコラボみたいなイベントにアクセスしたらいいでしょうか。元島さんの場合はどうやって見つけることができましたか。私はもう基本 Google 検索と Facebook をこう、Facebook にまくって、はい。なんかフィリピンは Facebook を使う国で、それで癖でこう Facebook を見る癖ができて、まあそこで見てていろいろ知ったのと、あとは企業スタートダッシュに出るようになってから、企業っていうキーワードにとても興味を持つようになって、例えば企業とかで調べて、どんなのがあるのかなとかっていうのを、もうひたすらこう、ググりまくるっていうのを、うん、した。ありがとうございます。Facebook をなかなか使わない世代が若い人だと多いかなというふうには思うんですが、Facebook で見つけたっていうのがちょっと意外で、かつ面白い点だったなって思いますね。実はスタートアップベースも Facebook、Instagram、Twitter から、自分で見つけて参加するって来てくれる高校生がほとんどでして、チラシとか配っても全然高校生来ないんですね。自分で見つけて、こうネットの情報を活用して、こういったイベントにアクセスするっていうのが一番最初になる方が多いのかなというふうに思います。で、一番最初にアクセスしてしまえ、さえすれば起業っていうキーワードが気になるなっていうふうに思って自分で調べられたりだとか、そこで出会った参加者の人、メンターの大人の人に紹介してもらうっていうふうに、こう芋づる式に情報を得られるようになっていくのかなっていうのも元島さんの話を聞いていて思うことができました。はい、同じようにですね、ちょっとここ視点が変わりまして藤本さんにお話をお伺いしたいんですが、今こう高校生の起業家視点で、こうどうやって情報にアクセスするのかとかお聞きしたんですが、藤本さんもスタートアップエコシステム協会をこう起業したというか社会起業したみたいな立場から、その経緯だったり、あとは、藤本さんの視点でどうやって集めたらいいのかみたいなところを、情報収集のところ、人材もそうですけど教えていただければなというふうに思います。はい、そうですね。
今、まあ、今回その私、スタートアップエコシステム協会一般社団法人にしているんですけれども、一般社団法人実は私2つ目でして、1つ目は、アトイルワークという、その働き方改革でも皆さんが忘れてしまったじゃないかって言葉があるんですけども、本当にそのコロナの前のところで、よりその日本の働き方をこう変えていこうっていう、機運が高まるちょっと前に、実はそれをやろうと思って、始めたときに、まあ、いわゆる起業する中で、会社を作るっていう選択肢もあったし、NPO にするっていう選択肢もあったんですけど、その時、一般社団法人っていうその法人格を知って、それを作ったのがきっかけで、なんで今回2回目なので、やっぱり1回目で結構知ってるっていうことは、大きかったな、というのは思っています。でもやっぱりこう、情報って本当にないんですよね。もちろんあるんですけども、正しい情報にたどり着けるかってものすごく大事で、Google で働いていた身からすると、Google があるので、さっきもググってくださってるって言って、すごいやっぱりいいなと思ってお聞きしてたんですけど、実はその検索のリテラシーをすごく問われるので、本当にこう間違った情報にたどり着いてしまう、もしくはすごく遠回りしてしまうみたいなことが、やっぱり、自分も含めて、いろいろあるなというふうに、実感値としてもあります。やっぱりこう起業家の方々とお話ししていても、それもっと早く知りたかったっていうことをすごく言っていただく機会が多いので、実はエコシステム協会を作ったっていうのも経緯としてあります。で、エコシステム協会何したいかでいうと、まさにその情報に早くたどり着くっていうところと、起業家の皆さんが一人一人がやっぱりこうブロックこう立ちはだかるブロックがあるんですよね。でもそれを自分自身のためだけに取り除くで、やっぱなかなか労力があるので、皆さんどんどん慣れていくんですよ。まあちょっと不便だけど、そういうもんだみたいな、すごい適応していくので、その場ではいいんですけれども、その後続の人たちも実は同じブロックにつまずいているのに、なんかこうなかなかそのブロックがあるってこと自体に気づかない、でもうそういうもんだからってなってしまっているのは、やっぱすごいもったいないなと思っていて、まあ、そういったことを取り除けるといいなというふうに思っています。で、さっきの情報で言うと、例えば、その AWS とか Google とかが、そのいろいろやろうと思った時に、そのサーバーのところを、お金すごくかかるじゃないですか。もうそれを支援するプログラムがあるんですけれども、それも知らない人は全然知らないんですよ。実は無料で使えたみたいなことがあるのに、知らなくて、必要じゃないって言い方変ですけど、払わなくてもよかったお金払ってるみたいなことがあるので、そういったこう支援プログラムだったり、支援のいろんなその、まあ、こういった企業とか団体みたいなところをとにかく一元化しようっていうことでやって、先ほど話したサミットっていうのはまさにそれなんですね。支援してるって人たちって、私たちが知ってる人たちに声かけて、その人たちからさらに声かけてもらったら、半分ぐらい知らないところだったんですよ。あ、こんなとここんなにやってるんだっていうのがあったので、まあ、今年も11月ぐらいにやる予定なんですけれども、やっぱりそういったのを集めて、ここにあるので、皆さんとにかくここ見てくださいっていうふうにやるのが、私たちのできることかなというふうに思ってます。この間、水梶さんとも仙台で、はい、やらせていただいたときに、全く実は同じ質問されて、グランプリ取ったね、高校生が、起業したいんですけど、どうしたらいいですかっていうときに、実はちゃんとそこのガイドができるところがないなっていうのは、やっぱりこう改めて分かりづらいっていうところあったので、そこはちょっと改善しようかなっていうのと、本島さんがさっきおっしゃってた、このプログラムがあるっていうのを、メンターの人がたまたま知ってたから繋いでもらったっていう、そのたまたまを、とにかくなくしていくっていうのは、私たち支援者ができる一番じゃないかなというふうに思っています。はい、ありがとうございます。もうここに参加した人は、もうとにかく今回は藤本さんのところ、なんていうサイトでしたっけ？エコシステムサミット、エコシステム協会のサミットがあるんですけど、そこに、はい、はい、エコシステムサミットっていうのが、まもなく、多分告知が始まるので、それを見ていただければ、まずは、そこで全部大体網羅できると思います。はい、とのことですので、ぜひ起業したい、もしくは周りに起業したいって思ってる若者がいる、周りに若者じゃなくても起業したいって思ってる人がいるって場合には、エコシステムサミットを、紹介していただければなというふうに思いますし、一番最初にリテラシーが必要っていうところが結構ポイントだなというふうに思ったんですが、まあ、まだまだ整理されてない状態、整理されていくところに向かっている状態だと思いますので、私たちちょっとリテラシーを持ってこう参加するイベントだったり、情報っていうのにはきちんと判断していかないといけないのかなというふうに思いました。で、その本人が社会起業したい、本人が高校生、藤本さんのような高校生だった場合、先生だったり大人っていう立場の人はこう
ちゃんとそこを一緒に考えてみてあげるっていうのも大事なポイントなのかなというふうに思います。はい、ありがとうございます。それではですね、ちょっと話題が変わりまして、こう今回は今はこうお二人の起業の経緯とその情報にアクセスした、そのどうやってこう自分のやりたいことを実現していくかっていう流れを教えていただいたかと思うんですが、ではこう周りのこう今サポートといいますか、大学だったり学校教育機関、まあ、または民間の企業でイベントが、アントレプレナーシップ精神養うだったり、ビジネスの、教育をするってことをやってるかと思うんですが、大学で企業教育をするにあたってこう特にちょっと今浜崎さんに聞きたいなと思って質問考えてるんですが、実証実験、こう大学としてもまだ企業教育をやったことないだとかっていう中で、新たに追加してこうこの機運を高めるというか、アントレプレナーシップ精神の養う教育をやっていく、大学じゃなくても高校でもいいんですけどっていう事例とかが具体的にあれば、こう参加者の中にはサポーターとして教育したいけどどうやって時間作ったらいいんだとかやったらいいんだって悩んでる方いらっしゃるのかなというふうに思うので、事例があれば教えていただきたいんですが、いかがでしょうか。はい、ありがとうございます。そうですね、まあ、私自身もそこまで多くのイベントとかですね、いろいろ参加してっていうところまでまだつけてないんですけれども、ちょうど先週ですかね、北海道の方に行く機会がありまして、でそこで十勝エリアの方にちょっと訪問させていただいたんですけれども、十勝って、まあ、北海道でいうと札幌のなんていうんですかね、お隣みたいなところで、まだ道南の方っていうんですかね、南の方で、まあ、気候もそんなにそこまで多く雪も降らず、かなり過ごしやすいなんていうか気候でエリアであるというところで、そこは結構十勝の財団とかがこういう社会的企業の部分に対しても積極的にサポートしていただいていて、で、まあ、その中でもいろいろサポート支援していただいていると。で、まあ、面白いなと思ったのは、なんていうかこう支援をされた方の中にこうときめきっていうものをこうキーワードにして、なんかイヤリングをこうつけて、そのなんて誰かとお話をしていたらこうときめいてこう赤く光るとか、あれちょっと決めたがちょっと全然変わらないなとか、なんかそういったようなのを結構サポートしてるのが面白いなと思って、まあ、何が言いたいかというと、そういうところのエリアでこう企業だったりアントレプレナーシップっていうところをサポートしていただいてるっていうところで結構面白いなと。でその中で十勝、まあ、音更町っていうのがあるんですけど、音更町の役場の方にもお伺いして、音更の町長ともいろいろお話をさせていただきました。音更ってまあ、ちょっと出していいのかわからない、 NHK のこう夏空の舞台のあの辺り十勝一帯なんですけど、まあ、夏空のふるさとって言ってるようなところで、まあのどかなところではあって、その辺にはエゾリスがこうその辺にいて触れ合えるみたいな、そういう景色なんですけど、まあ、その音更とその大学なんですけど、小樽商科の方の大学は、まあ、結構経営の大学ではありますけれども、が今まあ、文部科学省の方で昨年から実施しているエッジプライムイニシアティブ、高校生向けの企業界、教育アントレプレナーシップ教育の推進というところで、北海道のH フォースっていうプラットフォームあるんですけど、その中で小樽商科大学を頑張っていただいていて、で音更の高校とかそういったところとこう連携していただいているんですけれども、でその音更の高校の方にもお伺いをして、で音更の校長先生だったり教頭先生であったり、で実際にこれからの探究の、総合学習とかの中でですね、アントレプレナーシップ教育みたいなところを高校の中で実施していただくっていうようなところのいろいろお話を聞いてきました。で、まあ、もちろん一番最初の方にあったような話で、まあ、温度差というか温度感っていうのは結構いろいろあるかなと思っていまして、まあ、その時間というようなそのキーワードとしてもですね、校長先生が、音更の高校で校長先生がすごい乗り気で、もう小樽商科の先生たちがこう来てくれて、いやもうまあ、ちょうどなんかその総合学習の中で一人一台、
パソコン提供されて、で、それでどういうふうに情報教育も含めて進めていこうかみたいなところで困っているところにこういうお話があって、もうありがたい限りですって言って、校長先生はすごい乗り気で、で、パッと教頭先生とその実際に実施している先生の顔を見たら、ちょっと冷や汗みたいな感じだったんですよね。でもそれって、まあ、テーマとも一致すると思うんですけど、やっぱりその、実際にじゃあアントレプレナーシップ教育っていうのは重要だっていうのは分かっているものの、じゃあどういうふうに生徒さんたちにそれを提供してっていうところを、やっぱこう、カリキュラムを考えていかないといけないっていうところが、やっぱかなり大変で、まあ、そういう中でも大学の先生たちと一緒にタッグを組んでやっているので、まあ、そこが、まあ、それは校長先生も含めて先生たちもすごいありがたいっていうような話があって、まあ、なので、そのさっき最初の話の十勝財団のその自治体としても協力いただいているとか、大学の先生たちも協力して、まあ、実際にこうサスティナブルな世界になっていくには、もうすべて大学の先生たちが、じゃあ高校、中学校、小学校っていうところまで足しげく通っていけるかっていうと難しいなと思ってはいますし、まあ、最初のそのファーストペンギンの部分というか、この部分についてはやっぱどうしても汗をかかないといけないっていうところはあるんですけれども、まあ、そういったところ、まあ我々としても何かこうサポートしていけないかなっていうのはちょっと考えているところではあります。ありがとうございます。その十勝エリアの話の中でいくと、こう高校でやりたいって思っていたとして、結構高校だけでやるのは難しいのかなというふうにもちょっと思ったりとかして、こう自治体を巻き込んで、大学も巻き込んで、こう、まあ、関係者を増やすっていう意味で巻き込んで、こう、教育をカリキュラムを作るなり、サポーターをこう自分だけでやるって思わずに、こう文科省に頼るだとかっていうふうに、こう多分先生方もこうアントレプレナーシップ教育をやる私たち自身もアントレプレナーシップ精神を必要とされている状況なのかなっていうのが聞いてて思いましたが、こう周りを巻き込んでやっていかな、進めていかないといけないのかなっていうふうに思いました。でもしお困りでしたら、スタートアップベース U18 でも主にね、相談の時間に先生方のサポートになればと思ってコンテンツ公開してたりもしますの で、 でそういった、コンテンツはもしかして探したら Google とかで探したら、スタートアップベース以外にも民間が出してるものってあるのかなというふうにも思いますので、自分たちだけでやろうとしすぎずに、こういろんな周りのサポートだったり民間のコンテンツだったりも活用しながら、こうアントレ教育を普及していくっていう選択肢もあるのかなというふうに、浜崎さんの話を聞いていて思いました。ありがとうございます。で今ですと、こうアントレ教育を普及する側がどうやって普及させていくか、どうやって時間を追加で取っていくかみたいな話で言ったんですが、今度はちょっと時間とそのどうやってやっていくかっていうところを本島さんにお聞きしたくて、こう学校生活をしながら、高校生としてもしかして受験もあったんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、自分の生活と学校の勉強等をしながら社会課題解決のこのアイデア実現に取り組むっていうところで、時間の活用の仕方だったりとか、どうやって進めていったのかなっていうのが気になるのですが、本島さん、その辺いかがだったでしょうか。はい、高校生の時は、電車で片道、電車というか、まあ、片道1時間の学校に通っていたので、そのまあ、電車に乗っていた時間とかを、こう、例えば、そのメンターさんから課された課題、こう、どうやってと、その問題を解決すればいいのかなっていう考える時間にしたり、あと、わかんないことがあったら、こう、放課後、授業が終わって、帰りの会とかも終わった後に、こう、ビジネス系の顧問の先生のところに行って、これがわからないんですけど、で、聞きに行ったりするようにしました。で、休日とかは、最低30分朝と夜時間を取るようにして、こう向き合う時間みたいなものは取るようにしました。で、やっぱ受験期ですごく忙しかったんですね。特に9月は、私も総合型で大学を受けたんですけど、総合型の志望理由書の提出とか、あとは政策金融高校さんのそのプランシートの提出と、あとはこのユースコーラボさんの
ソーシャルイノベーションチャレンジの、あの、シートの提出3つかぶってて。大変。もうなんか、一時期その、特に、もう寝る時間を削ってやってた時期があって、あの、一番辛かったのは、その出願の週、大学出願の週で、その週のトータルの睡眠時間5時間みたいな。すごく大変だったんですけど、でもまあなんか、とにかく毎日、その考える時間みたいなのは決めて作ってました。ありがとうございます。それすごく重要ですね。こう習慣になっていたのかなというふうにも思いますが、やっぱり学校の勉強も高校生なんで頑張らないといけないですし、将来のために大学進学っていう選択肢も絶対残しておきたいし、親御さんだとか先生方もそこはね、心配してる方もいるのかなというふうに思いますが、毎日30分でも、あ、1時間でしたっけ？ 1 時間、時間をとって、時間を決めて取り組むっていう風にすることは、なんか他のエンターテインメント、ゲームとかとも同じかもしれませんが、こう、勉強と両立っていう意味で、元島さんが実践して、こう、可能にしたポイントだったのかなという風に聞いてて思いましたが、こう、さすがに受験期で、こう、出願の時に睡眠時間5時間は大変でしたね。はい。それはやっぱお家の方のサポートだとか、学校の先生のサポートとかもあったんですかね。そうですね。もう、とにかく周りの、その親とか先生とか、こう、できるだけ私が最大限にこう力を発揮できるように、その、すごくサポートをしてもらって、で、高校の先生とかはもう、高校の先生もその、めちゃくちゃ起業に関する知識があるわけではなかったんですけど、わかんないところは一緒に調べて、こう、寄り添ってくれたりとか、で、お父さんも、親も、こう、私の、その、シートを読んでくれて、ちょっとここ伝わりにくいかなとか、その、いろんな大人が、こう、いろんな大人が私の味方になって寄り添ってくれた環境があったから、乗り越えられたのかなっていうふうに思います。ありがとうございます。そのサポートできる具合は人それぞれ、違うのかなというふうにも思うんですが、やっぱ最大限ポジティブに頑張れって応援してくれたりだとか、もちろんほとんどの人がビジネスに関しては素人だと思いますけど、そんな中でも先生がこう一緒に考えてくれるとか一緒に探してくれるっていうのは、そのサポーターとして大事なマインドであるのかなっていうふうに感じました。ありがとうございます。はい、それでは、次藤本さんにお聞きしたいんですが、こうやっぱこのユースコラボもグローバルにこう社会の課題を解決する若者を創出していくっていうところを一つの目標にも掲げているのかなというふうに思いますが、このスタートアップエコシステム自体、こう藤本島さんだったりのこう若い起業家たちがグローバルに活躍していくために必要なことだったり、こう周りのサポーターとしての必要な意識みたいなところをお聞かせ願いますでしょうか。はい、そうですね。実は私先週メルボルンに行ってまして、メルボルンでグローバルアントレプレナーシップコングレスっていうこう会合があってですね、まさに世界中のアントレプレナーシップってどうやって考えるんだっけっていうカンファレンスに参加してたんですね。で、先ほどその日本でもやっぱりそのアントレプレナーシップとかそのスタートアップってこうすごく重要って話だと思うんですけど、実はもうグローバルでも全く同じ話をしていて、日本だけ特別なわけではなく、このその不確実性が高い社会の中で、やはりこうスタートアップのようにどんどん早く新しいこう課題を解決していく。で、そのための起業家たちがすごく必要である。まあ、アントレプレナーシップマインドが必要であるということで、いろんなこうディスカッションをしてるんですけど、そこでもやっぱりそのどうやってそのグローバルマインドを持つのかみたいな話ってあるのかなと思ったら、なかったんですよね。で、なかったっていうのは、もうそもそももうそういうものだっていうところからスタートをしてるので、今からグローバルマインドシップを持つかどうかっていうのは、あまりこう、まあ、ディスカッションにならない。まあ、だから、日本ではやっぱそれがディスカッションになるっていうのはすごく面白いポイントだなというふうに思って聞いてました。で、私の自己紹介の時にもその、ボーングローバルっていうことを書いたと思うんですけど、もともと日本では、ゴーグローバルっていう言い方をしてたんですね。
でも、もはやもうボーングローバルで、やっぱりこうゼロ、デイゼロから、これってその自分の身の回りの半径5メートルの課題に気づいたことかもしれないけれども、それって世界中の課題解決につながる可能性があるよねっていうふうに考えられると思うので、まあ、今すぐじゃないかもしれないけれども、さっきのその思考のこうトレーニングの一つとして、近いところと遠いところみたいなところで考える中に、自分の身近なところとその対極にある世界っていうのを考えていくことによって、やはりいろんなこうチャンスと、その、まあ、アイデアが広がるってことがあると思います。で、まさにこうユースコラボみたいなものが、他にもたくさんあるので、やはり、起業家の皆さんたちには、そういうのをどんどん活用して、どんどん触れていってほしいなと思ってますし、東京都含めて、海外から日本に持ってくるっていうのも、この後もっと、やっぱりこう、渡航できるようになったので、やっと増えたので、本当にそれにまず触れてもらうのがいいかなと思ってます。世界中に本当にたくさんのアントレプレーナーがいて、いろんなまた違う刺激を持っているので、まあそういったところに触れていくっていうのが、まずすぐできることかなと思っています。ありがとうございます。世界から日本にこう刺激を与えてくださる存在がいるのであれば、日本もこうエコシステムとしては惜しまず、そういった活躍できる若者を外に出して応援するっていうマインドもすごく重要なのではないかなというふうに感じました。ありがとうございます。それでは、お時間も近づいてまいりましたので、最後に浜崎さんにこうアントレプレナーシップ精神、アントレ教育を推進する文科省として、こう日本のこれからの展望みたいなところをお聞かせ願えますでしょうか。はい、はい、まあ、冒頭から申し上げているかもしれないことの繰り返しになるかもしれませんけれども、まあ、政府としてはスタートアップ育成5カ年計画の中で重点的に投資をするということを目標としている。これはもう紛れもないことであると。でこの中で世界を、まあ、担っていく、に我が国、まあ、日本世界を担っていく人材としてのこうアントレ教育の重要性というのはますます重要であるというふうに示されているというところでございます。まあ、文部科学省としてもこれまでエッジプログラム等々を通じてですね、アントレ教育の環境整備についてこう支援をしてまいりましたが、まあ、ただ、まあ、言ってもようやくこう現場感として町にまだついてきたところなのかなというところかもしれませんので、まあ、そういったその短期的な目標としてはこう政府の方針というところに沿ってアントレと、まあ、触れ合う、先ほどの話なんですけど、触れ合う、向き合う、そういった機会を醸成すること、高校生と小学生、中学生も含め、その拡大していくこと、さらに実践的なそのもう社会課題と、もうかなりも向き合っている方々に対してのアントレ教育、どうしていくのかということが重要かなと思っています。まあ、その意味でも、こうやっぱりまだまだこう学生さんたちもそうですけれども、起業家ってどういう人とか、そういったところの部分って、なんかロールモデルもまあなかなかないし、見たこともないし、触れたこともないと。まあ、その意味で、我々としてもですね、藤本さんにもご協力いただいておりますけれども、起業家教育推進大使、10名の先生、10名の方々に参画をいただいていて、で、ユーグレナの出雲さんが、まあ、ある動画の中でこうおっしゃってたのは、まあ、その起業家の人たち、今もうたくさん出てこられていると。でその人たちって、まあ、きっとこうロールモデルでもあるので、まあ、そういう人たちがぜひこう母校に帰って、なんかこう、講演とかですね、そういうのをみんなこうやってくれたら、もう触れる機会ってもうたくさんあるんじゃないのっていうような話をちょっとされていて、あ、確かになって思って、で出雲さんは、まあ、言い出しっぺなんで、身を粉にしてもやりますっていうようなことをおっしゃっていたと。まあ、その中でも今、大使の皆様がですね、いろんなところに、まあ、お忙しい中ですね、通っていただいて、まあ、いろんなところでこう、推進いただいているので、まあ、またその、座談会みたいなのとかですね、そういったのも、もし、触れていければなとも思っていますし、はい。で、まあ、私としては、というか、まあ、文部科学省としてもですね、やっぱりこう、俯瞰して物事をいろいろ考えられるっていうことで、飛び立て留学ジャパンというのもありますけれども、私自身、実際、飛び立て留学ジャパンが、まあ、結構平成の時代からこう始まってますけど、その1期生の、ことですね、方と一緒に今働いていて、もう、正直まだ4月にこう来たばかりで、スタートアップって何、アントレプレナーシップって何っていう状態の中で、まあ、日々、悶々とこう過ごしていた中で、まあ、そういうなんかこう、飛び立て留学ジャパンをこう経験したことですね、いろいろ話を
ている中で、なんていうかこう毎日のようにこう刺激を与えていただいていて、もう今ではもうスタートアップ、さっきのデータじゃないですけど、Google 私もここを検索しますけど、もうほぼ、まあ、今 AI すごい発達してきていて、そのサジェスションでもう基本企業、スタートアップ、ちいかわみたいな、そういう、こう、検索結果に出てくるとかですね。まあ、そのリテラシーも当然そうですけれども、その中ではアントレプレナーシップの醸成っていうところが大事だなと思っていますし、それはやっぱりこう、皆さんに触れていただく機会っていうところをしっかり環境として提供していければなと思っております。はい、以上でございます。はい、本崎さん、ありがとうございます。それではですね、ダイアログとしては一旦、トークテーマは以上なんですが、質問が届いておりますので、私の方で、ご指名させていただいて、お答えいただければと思います。まず最初に、元島さんへのご質問が来ているのですが、冷蔵庫プロジェクトへの具体的なところですね、気になっている方いらっしゃって、もう本当一番最初の冷蔵庫を購入する資金や輸送する資金はどこから用意しましたかとのことです。これは全部自分のお年玉で出しました。そのハードルはそんなに高くなかったんですね。その3万円でその、まあ、サリサラキー、そのサリサリストアがオープンできると分かったので、とりあえずその現地の、協力してくださった店主の方に、3万円を電子マネーで、その、日本でいうペイペイみたいなものがあるんですけど、それで送って、で、現地の方に、仕入れ商品とかを買ってもらったような感じです。で、今回1店舗目に関しては、その、もともとその J さんって呼んでるんですけど、その、店主のこと、その J さんは、自宅に使っていない冷蔵庫があったので、やっぱ電気代が高くて、こう、物置状態になっていたので、なので今回はそれを使って、今回は購入してもらったのは仕入れの商品のみっていう感じです。ありがとうございます。それに付随して、もう一個元島さんにお聞きしたいのですが、多分今まさに収支ビジネスとしてこう利益をどうやってやっていくかっていうところではあると思うんですけど、収支の状況はどうなっているのでしょうかっていうご質問が来ております。今は1店舗目に関してはこう自分の仮説が正しいのかどうか、こう回るのかどうかを見たかっただけなので、こうそこで利益を生み出しているとかはないんですけど、将来的にはフランチャイズ化して自分も卸を作って、こう、うちが支援するから商品はうちで買ってねっていう仕組みを作って、永続的に利益をこう出せていけたらいいなっていうふうに今は考えています。はい、ありがとうございます。はい、続きまして、そうですね、これは、藤本さんにお聞きしてみましょうか。質問があるのですが、こう社会課題の見つけ方、具体的な行動の仕方のヒントを教えていただきたいです。社会課題、はい、すいません、社会課題はどうしても自分事として捉えて行動に移すまでのモチベーションが続かないなというふうに考えておりますが、どうやって行動に移していけばいいでしょうかとのことです。はい、社会課題って言うと多分すごい大事なんですよね。世界中の人を救わなければならないみたいな気分になるので、まず社会課題っていう言葉を忘れるっていうのがいいと思います。で、たださっきの本島さんと同じように、なんかやっぱりちょっとなんでこうなってんだろうなとか、なんかこれおかしいよねっていうちょっともやっとするものがあると思うんですよね。だ そこのもやっという気持ちを大事にするっていうのと、じゃあそれをもし自分が解決できるとしたら、どうするんだろうっていうふうに、ちょっとずつこう、試していく、思考を試していくっていうのがいいかなと思ってます。で、その時におすすめしてるのが、もういろんな制約条件あるじゃないですか。今も質問があったみたいに、お金どうすんのとか、英語喋れないけどどうすんのとか、全部一旦忘れてみて、何でも自分が持ってるとしたらどうするっていうふうに考えるトレーニングをしていくと、あれ？これできるかもしれないとか、あとは、その次の質問にも多分つながってくると思うんですけども、誰かやりたいっていう人が見つかるとなると、一緒にチームアップしてやるみたいなことがあったり、それこそそのスタートアップベース参加したら、あれ？なんか同じこと考えてる人がいるって言って、そこから始まることもあるので、
なんかそういうことを考える癖をつけていくっていうのが、まず第一歩としてはいいかなというふうに思っています。ありがとうございます。続いて、また本島さんに、お聞きしたいなというふうに思うのですが、どうでしょうか、これ、起業家になることは内向的な私には難しいと考えてしまうのですが、その考えについてどう思うかってところ、本島さんの場合どう思いますか。そうですね、その起業するっていうのはそのハードルがこう高そうに聞こえるとは思うんですけど、私もこう、まあ、この性格、その性格の部分について答えられるかはちょっとわからないんですけど、すごい手探りな状態でこういろいろやっていて、わかんないことが多くて、でこう周りの大人がたくさんサポートしてくれたんですね。なのでこう難しいとか考える前に、こうとりあえずこうちっちゃなことからやってみる、で始めるのがいいのかなって。で始めるのにこう性格とかは多分こうあまり関係してこないのかなっていうふうに思うので、とりあえずこう相談できる人に相談してみるとか、こうイベントに出てみるとか、そういうのとからとこからでもこう始められるのかなと思います。素敵な回答ありがとうございます。とにかく自分でアイデアがあったらこう自分の中に留めておくだけでは確かに前には進まないかもしれないけど、誰かに相談してみる、口に出してみる、足を一歩踏み入れてみるっていうのが大事なのかなというのが、もう本島さんが体現者だと思うんですけど、はい、性格にはよらないんじゃないかなというところでした。はい、それでは、お時間が近づいてまいりましたかね。お時間になってきたかなというふうに思うのですが、最後に一言ずつですね、こう社会課題を社会起業家になりたいと思っている参加者の方に向けてこうエールを送っていただければなというふうに思います。ではそうですね、浜崎さん、藤本さん、本島さんの順番でお願いしましょうか。はい、一言お願いします。じゃあ浜崎さん。はい、ありがとうございました。今の質問へのこう呼応にもなるかもしれないですけど、まあ、意外とこうなんていうか、みんな同じようなことを考えているんだなっていうのって、やっぱこうリンキングというかですね、そういうコミュニティ、まあ、広く考えた意味でのこうコミュニティっていうところが結構重要だなと思ってますし、まあ、もやっとしたものを大事にするっていうところでのこう、まあ、我々学術研究とかの世界であればこうキュリオシティドリブンっていうように好奇心を大事にしようということですよね。その好奇心とじゃあその課題っていうのがどうセットに結びついていくかみたいなところが結構肝になってくるのかなとも思っています。で、まあ、これもある人の受け売りではあるんですけれども、こう夢をたくさん持った方がいいよっていうふうにお伺いして、でその夢っていうのは別に大きなものじゃなくてもよくって、どんな小さなことでもいいと。まあ、それはもうなんちゃらマキアートを飲みたいなとか、それなんじゃ美味しいなんとかドーナツ食べたいなとか、そんなことでもいいらしいんですよね。まあ、それをじゃあ実現したら、まあ小さいものだけでも夢が叶った、そういう成功体験をどん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 積み重ねていければですね、まあいろんなもののハードルっていうのはこう低くなっていくと思いますし、その中でちょっとずつ大きくなっていけば、いろんな人との出会いとかもですね、つながっていくのかなと思ってますので、自然とこうチャレンジっていうところが精神っていうところものついていくのかなと思っていますので、ぜひいろんなことに挑戦していただければなと思いますし、我々としてもこの環境っていうところをしっかりと応援していきたいなと思っています。ありがとうございました。ありがとうございます。それでは、藤本さんお願いします。はい、今日はありがとうございました。皆さんすごいこう勘違いされてるなと思っているのは、起業って一人でやるもんじゃないんですよね。一人では絶対完結できないことなので、とにかくたくさんの仲間をこう増やす。でそれは同じくビジネスをする人かもしれないし、さっきの本島さんのメンターかもしれないし、自分の両親かもしれないし、友達かもしれないし、いろんな仲間がいるので、自分一人で頑張ろうって思わないっていうことをぜひ考えてもらいたいなというふうに思ってます。で意外にいろんな人たちがいろんなことを考えてますし、起業家のほとんどは内向的らしいんで、内向的かどうか全然関係ないので、本当にこうさっきの水川さんがおっしゃった一歩出し踏み出してみるっていうところで、ちょっと試す、でちょっとずつそれを試していくっていうのをやってもらいたいなというふうに思ってます。今日はありがとうございました。ありがとうございます。では最後に本島さんお願いします。
はい、私はさっきも言ったんですけど、その一歩を大事にするっていうのと、あとやっぱり学生っていう肩書きはすごく強いと思うので、その学生っていう肩書きを最大限活用して、いろんなイベントに出るとか、その気になるスタートアップさんの社長にメールを送って会ってくださいとか、その本当にこう、なんだろう、自分が持てる武器をこう全部使って、こう、一歩を踏み出すと、世界がすごく広がると思うので、なんか私はそれをこう最後にみんなに伝えたかったなと思います。はい、とちまさんありがとうございます。はい、皆様から素敵な、エールをいただけたかなというふうに思います。本当に参加者の皆様、そしてサポート、参加者の皆様の中にはサポートする立場の方もいらっしゃると思うんですが、ぜひ最初の一歩を踏み出すことを恐れないでほしいですし、そう、背中を押してあげるっていうところも、含めてエコシステム、こう、スタートアップ推進のところ、みんなで、やっていけたらなというふうに思います。はい、それではダイアローグを、終わりにしまして、天野さんに、お渡しできればと思います。はい、皆さんありがとうございました。もう本当に社会起業家の第一歩、何したらいいんだろうっていうところに、意外にシンプルに身近でできることあるんだなっていうふうなことが私も学べました。聞いてみるとか、触れ合う、あと巻き込む、そして巻き込むのは起業家さんだけじゃなくて、学校教育、今からアントレ教育やっていこうっていう人たちも、自分だけでやるんじゃなくて他の人も巻き込む、いいなと、はい、思いました。本当にありがとうございます。これをもちまして、日本ダイアログ第1弾、社会起業への第一歩、未来を語ろうのメインセッションを終了させていただきます。登壇者の皆様、そして参加者の皆様、参加ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。交流会に参加される皆様はどうぞ行ってらっしゃいませ。ありがとうございました。